急棒モデルを用いた SN2 反応における3段階のモンタージュ。吸覚材は緑色、脱力器は赤色、3つの置換器は大々色で示している。SN2 反応はバルデン反転として知られる立体科学的配置の反転を起こす。バルデン反転は化学反応における分子中のキラル中心の反転である。分子は キラル中心の周りに2種類のエナンチオマーを形成できるため、バルデン反転は一方のエナンチオマーからもう一方へと分子の配置を変換する。例えば、SN2 反応において、バルデン反転は、正四面体系炭素原子で起こる。風によって、傘が裏返る様子に似ている。バルデン反転は、1896年に、科学者のパウル・バルデンによって、 初めて観測された。バルデンは化学物質の一つのエナンチオマーをもう一方のエナンチオマーへと変換し、いわゆるバルデン回路で元に戻すことができた。クロロコハク酸は水中で酸化銀の作用によって立体配置を保持したまま、引くリンゴ酸へと変換される。次の段階では5塩化リンの作用によってヒドロキシル元が塩素原子で置換され、 クロロコク酸の異性体酸が生じる。次に酸化銀によってリンゴ酸4が得られ、最後に PCL5 による反応で出発点へと回路が戻る。この反応において第一段階の酸化銀は水酸化物イオンの共有体として働き、銀は実際の役割は果たしていない。中間体はカルボキシルジアニオン A であり、 分子内嗅覚置換反応によって4インカンベータ、ラクトン管 B を与える。もう一方のカルボキシル元も反応性はあるが、インシラコデータは3インカンアルファーラクトンが形成されるための繊維状態のエネルギーが非常に高いことを示している。水酸化物イオンは、ラクトン管を開換し、アルコール C へと戻る。こうして合わせて2回の反転が起こるため、立体配置は保持される。 ありがとうございます。